皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、彼女になってほしい思う女優、付き合いたいと思う女優は誰？という内容です。では、早速見ていきましょう。50位は安藤サクラ。みんなの意見はこちら。自立した大人の女性だと感じるから、見ていて全く嫌味を感じない。言葉や表情が偽りなくまっすぐな感じがする。笑顔を見るとなぜかほっとするから。49位は広瀬すず。みんなの意見はこちら。圧倒的に可愛い。こんな綺麗なお顔は滅多になく貴重だから、いろいろ教えてあげたら素直に聞いてくれそう。自分も彼女も共に成長できそうな気がする。48位は山本舞香。みんなの意見はこちら。筋が通ってそうなので、トラブルになっても話し合いで解決できそう。山本さんの中で腑に落ちれば行動してくれそうなので、恋人として最高だと思います。47位は松雪泰子。みんなの意見はこちら。女としてさっぱりとしたビジュアルと性格が魅力的で、人間としての魅力に通じていそうな気がする。表情はいつも柔和で、声もハスキーで素敵。46位は上野樹里。みんなの意見はこちら。料理もうまそうだし、家に帰ったら温かく迎えてくれそうな気がします。親戚付き合いも家族との付き合いもそれなりにしてくれそうです。一緒にいて居心地が良さそうな相手なので、結婚も考えられる相手になりそうです。45位はぬくみめるめるる。みんなの意見はこちら。よくバラエティ番組で見るギャルモデルさんか、ちょっと前にいた天然キャラのローラのようなモデルさんなのかなと思っていましたが、ここ数年のドラマでの演技を見て、俳優としての才能も素晴らしく、今一番気になる存在となっているので。44位は倉科カナ。みんなの意見はこちら。いつも笑っていて誰にでも優しくしてくれるイメージがあります。スタッフへの接し方、言動を見ていると丁寧でものすごく優しい人なんだろうなと思います。このことなら一生そばにいたい。43位は蒼井優。みんなの意見はこちら。いつも明るい表情で楽しそうにしてるからです。可愛いというよりも雰囲気美人というイメージがあるので、一緒にいたいと思わせる。42位は大竹しのぶ。みんなの意見はこちら。女優さんなので本性なんてわからないものですが、さんまさんの話から興味があります。あの雰囲気とは別な結婚生活でのシビアな雰囲気があるそうです。41位は麻生久美子。みんなの意見はこちら。断然美貌、多テンションなど総合的に付き合いやすそう。色が白くて細いボディは最近では貴重になってるし、肉感がなくて女性らしい。40位は鈴木京香。みんなの意見はこちら。声がハスキーで素敵です。表情も柔和、多彩で良いと思う。肌が綺麗、イメージ的に汚れておらず、大人の女性というイメージが強くて好き。39位は伊藤沙莉。みんなの意見はこちら。サバサバしており、一緒にいて楽そうだなと思いました。おしゃべりも好きそうなので、楽しく過ごせそうな方という印象があります。NHK 連続小説ドラマのひよっこの頃から好きな俳優さんです。とてもひょうきんなところもあって、でも芯はしっかり持っていて素敵な方です。38位は永野芽郁。みんなの意見はこちら。単純に顔が可愛くタイプ。まだ20代前半にもかかわらず、落ち着いた雰囲気を持ちながら、周囲を明るく元気にできるパワーを持っていそうなところが好きだから、本人に合った役がいただけているのか、違和感のない演技をするのがすごいと思います。プライベートも一人でラーメンを食べに行くとのことで、親近感が湧きます。37位は吉瀬美智子。みんなの意見はこちら。離婚してからも前と変わらず、美人で色気があるところ、笑顔が可愛くて、ドラマもの役柄によって雰囲気が異なる。自分にはないセクシーさがある。ショートカットでも美人の代表格で、親しみやすさもありながら漏れ出てくる色気が良いと思う。一緒にお酒を飲んだら楽しそうと感じたから。36位は戸田恵梨香。みんなの意見はこちら。裏表の感じさせない性格的傾向がいいと思う。西日本出身であることから話し方もフランクで素直な印象を受けます。気取ってない、可愛いけど性格はサバサバしていてかっこいい。自分自身が優柔不断な人を見ているとイラッとするので、さっぱりした人だと一緒にいて楽だと思ったから。35位は広瀬アリス。みんなの意見はこちら。バラエティ番組などを見ていて性格の良さを感じたため、またビジュアルも笑顔や話をしている時のアクションやリアクションなどが可愛いと感じたため、とても美人だが親しみやすそうなキャラクターで、趣味が漫画を読むことならば共通の話題もあり、一緒に過ごすのが楽しそうだと思う。
34位は松下奈緒、みんなの意見はこちら。ゲゲゲの女房の頃から大好きです。その後の作品も全部見て素敵な女性だと思うので選びました。恋人であり奥さんだったら最高だと思います。姿勢や表情が綺麗な人だと思う。普段から美しい姿勢や表情を習慣化させていることが感じられる。特に表情が親しみやすくて素敵。33位は新川優愛、みんなの意見はこちら。人に気を使うことができるので彼女にしても恥ずかしくないと思います。みんなに愛されるオーラがありますので、そんな人が自分の彼女ならとても幸せな気持ちになることができそうな生活を想像できます。知らない世界のことを教えてくれる期待感がある。また案外普通の人に見えるのでさっぱりとお付き合いができそうな予感がしました。32位は石原さとみ、みんなの意見はこちら。すごく稼いでいそうだから金銭問題以外でもさっぱりした活動的なとこはすごいと思う。サバサバしてるのか付き合いやすそう。顔、性格、スタイルが私の中でドストライクなので付き合いたいです。どこに行っても何をしても楽しく過ごせると思ったため。31位は石田ゆり子、みんなの意見はこちら。性格が穏やかそう。バラエティ番組での行動がとても可愛く天然で共演者たちを魅了していた。もし恋愛体質だったら魔性の女とか言われていたと思う。50歳を超えていますが未だに若々しいところが素敵です。若い人との会話を考えるとつまらない、面白くない、自分の年に合った話ができないと思いますが、彼女であれば長い人生いろいろ面白い話ができそうです。30位は池田エライザ、みんなの意見はこちら。女性としての魅力に満ち溢れていてスキンシップを楽しみたいと思うからです。男性としてはあの不思議なフェロモンを浴びたら絶対好きになります。綺麗な女優さんでバラエティ番組でも周りの人たちと気さくに話しておられる姿に好印象を抱きました。また才能も豊富でありお付き合いしたら自慢の彼女になります。29位は中条あやみ、みんなの意見はこちら。最近の女優さんの中でも飛び抜けて綺麗で、でも飾り気がなく気さくな雰囲気で笑顔が愛らしくて人柄の良さも感じられるから。君と世界が終わる日にという作品で初めてお目にした女優さんですが、白熱した時の演技がとても美して非常に大きな魅力を感じました。28位は長澤まさみ、みんなの意見はこちら。10年ほど前、海外ダイアリーという映画で初めて彼女のことを知りました。役柄はお酒飲みのお姉ちゃん、とても可愛くて役柄とは違って実際の彼女は清楚な女性のはずです。綺麗すぎる、スキャンダルもあまりなくイメージもいい。競馬ビートに出ていた時、隣にいた司会の若い女性アイドルよりもオーラがあり華々しかった。27位は二階堂ふみ、みんなの意見はこちら。とびきりの美人ではないが、なんとなく感じる愛くるしさが心に染み込む思いがする。またしっかりしている一方で甘え上手と見える点も好感を持てつポイントです。一緒にご飯を美味しそうに食べてくれそうだし、一緒に笑ったりふざけたりしてくれそうだから、辛い時はそっと寄り添ってくれると思うから。とにかく顔が好み、目が大きくて顔が小さい、すごく可愛いのに鼻にかけている感じ、破りっこな感じが全くしないので好感が持てる。綺麗で品がある、こびるようないやらしさがなくサバサバしていそうな雰囲気なので、明るい役から暗い役まで演技の幅が広いところが良い。綺麗なお姉さん的な役も、影のあるミステリアスな役も、元気はつらつな役も違和感なく演じ分けていて良いし、普段の飾らない割とサバサバした感じの印象も良いから。26位は福原遥、みんなの意見はこちら。いつもそばにいて自分のことを誰よりも応援してくれる気がします。可愛らしさもありますが、何よりも性格の良さが一緒にいて助かると思います。 NHK の朝の連ドラを見て好きになりました。可愛くて女性らしくて男女問わず好かれるタイプなところです。25位は芳根京子、みんなの意見はこちら。可愛いも綺麗も両方兼ね備えている。元気で笑顔が良くて好感が持てる。落ち着いた感じもあるが、どんな役もこなせる演技力がある。明るくて元気だけど落ち着いている雰囲気もあって、一緒にいたら居心地が良さそうだなと思います。ちょっとした失敗も笑って許してくれそうなので変に気を使わなくていい感じがします。24位は A 倉奈々、みんなの意見はこちら。好みの声とタイプだなと思ったからです。結婚されていますが良い感じの雰囲気だなと思うからです。童顔だけど背が高くてかっこいい系でも似合うのが良いなと思います。
常に笑顔なイメージがあります。昔から雑誌で拝見していましたが、人柄が顔に出てるなぁと、好感を持っています。一緒にいて楽しそう。23位は吉岡里帆。みんなの意見はこちら。容姿端麗で、ものすごく美人だから、テレビでしか見たことないですが、スタッフとの接し方と、すごく丁寧で、人間的にも素晴らしい人なんだろうなと思います。とにかくビジュアルがタイプ。顔の造形はもちろん、表情や仕草など演技かもしれないが、かなり自分に刺さるものがある。スタイルも自分の好みなため、一緒にいて癒されそうだからです。彼女の笑顔を見ただけで、元気になれます。声もいいし、性格も良さそうなので、抜群です。コミュ力が高いので、一緒にいて楽しそうです。22位は、今田美桜。みんなの意見はこちら。顔がとても可愛い。天真爛漫な演技や CM を見ていて、とても自身のブランドイメージを確立できていると感じる。初め見た時は、目が大きくて、インパクトの強い方に思いました。でも、若いのに演技力もあって、とにかく目を引くと思いました。これほど印象的な女優さんは、今いないと思います。お仕事以外の時間は、TV で見るようなテンションの高さではないと思いますが、もしもそばにいてくれたら、元気がもらえそうな笑顔が好きです。21位は深田恭子。みんなの意見はこちら。顔は好みじゃないですが、声が特別可愛いと思います。声を耳にしていると、同性でも癒される。あと落ち着いていそうなイメージも良い。正直演技は、そこまで上手いとは感じないが、顔が可愛く、スタイルも良いし、何より裏表のなさそうな性格に好感が持てるため、いつまでも若々しく、可愛らしさと美しさがあって素晴らしい。普段ドラマは見ないが主役だとついつい見てしまう。20位は、水川あさみ。みんなの意見はこちら。変わってると、キンキキッズに言われていたけれど、同性から見るとこびていない雰囲気、かっこいい雰囲気が出ている。さっぱりしてそうな性格、裏表がなさそう、常識人で快活で、女優やアーティストに見られる、タンデレ系や不思議ちゃんでもなさそう、まともな人って感じがする。さらに美人、文句なし、サバサバはっきりしていて、付き合っていても本音でやり取りできて、ストレスがなさそう、それでいて丁寧な暮らしをしているイメージがあるので、良いなと思いました。19位は杉咲花。みんなの意見はこちら。背が低くて、綺麗よりも可愛い印象を受けます。たびたびデコを出しているイメージだけれど、ボブヘアが一番似合っていると思います。笑顔がとても可愛いです。童顔な表情に、抜群なスタイルと非常に可愛らしい声が最高です。ドラマで見せる、表情一つ一つが可愛く、笑顔が素敵です。めちゃめちゃ礼儀正しそうで、しっかりしてそうなイメージ。可愛らしさと美人を兼ね備えた印象です。18位は北川景子。みんなの意見はこちら。当時、14歳だった自分が、テレビドラマのブザービートで、初めて北川景子さんを見た時に、こんなに綺麗な方がいるのかと思い、ファンになった。以降、ずっと好きな芸能人。自分に厳しく、また自分をしっかり持っているイメージで、曖昧なこともなく、すっきりとした付き合いができそうだから、また一緒にいると、自分自身もしっかりできそうだから、それでいて、とても綺麗でもあるから、ビジュアルは度外視、何か学べそうな姿勢を持っている人に感じています。女性としてよりも、人としての印象が強烈に発信している人と思う。17位は木南晴夏。みんなの意見はこちら。パン好きなので、パンのお店を一緒に回って、美味しいパンを食べてみたい。性格もサバサバしていそうで、付き合いやすそうだから、セクシー田中さんを見て、全く別人のような二面性のある役を演じていてすごいと思った。勇者吉彦の紫のような面白い役もやれるところも好き。主役も脇役も演じられる、貴重な存在だと思います。ブラッシュアップライフの役柄もとても良かったし、本人が素朴で、とても素敵で好きです。16位は、芦田愛菜。みんなの意見はこちら。勉強熱心なところが良い。頭も良くてお芝居も上手。いつもニコニコしていて、周りの人にも気遣いができている様子が、好感が持てる、芦田愛菜ちゃんです。年齢的には、もう少し大人になった時でもいいですが、可愛くて芯がしっかりしてそうだからという理由があります。映画聖のこのトークイベントで、信じると問うことへの考え方で、すごくしっかりとした受け答えで、この人と付き合ったら、真摯に向き合ってくれそうだなと感じました。聡明なので、話がとても面白そうだから、メディアで見ている限りはいつ見てもニコニコとしており、可愛らしい印象が昔からある。上品で賢くて可愛いから。
子供も頃から仕事も勉強もちゃんとして、それも人並み以上にして立派、それを嫌味に感じさせないところに、人としての徳の高さがある。一緒にいると、自分も気高くなれそうな気がするから、いい人生が送れそう。15位は綾瀬はるか、みんなの意見はこちら。いつも笑顔のイメージで、明るくて元気で癒し系で、穏やかな性格をしていそうだから、運動神経も、よくスポーツなども一緒に楽しめそう。朗らかで優しい雰囲気があるので、一緒にいて楽しそう。天然な性格なので、ずっと一緒にいても飽きずに楽しめそうだなと思いました。人間的に、素晴らしいし魅力的だから、女優なのに女優然としていないし、自然体で本当に素敵な女性。容姿も女優さんだから、圧倒的に美しいところも魅力。若い頃は、それほど好みではなかったけれど、45年前くらいからの、より柔和な顔が素直に好みだからです。親身やすい美人で、スタイルも文句つけようがないのに、気さくそうな性格、天然なところが、一緒にいて癒されたり、驚かされたり、楽しそうだと思ったから。14位は、高畑充希、みんなの意見はこちら。過保護の過保護での演技が、とても可愛らしく魅力的だった。クールな印象で、お酒も好きとのことで、知れば知るほど、面白そうな人だと思う。顔が小動物みたいで、可愛い上に性格も良さそう。玉から、演技はさることながら、歌がとても上手でずっと聴いていたくなるような耳障りの良い歌声だから、自由に自分らしく生きている感じに、すごく憧れる。出ていた作品は、定期的に見返すほど大好きです。スタイルも維持していてすごいと思う。出演されている作品は、成功しているものが多いイメージ、とても可愛らしいと思う。ついつい見てしまう人柄と、愛嬌のある顔だと思う。13位は黒木春、みんなの意見はこちら。裏表がなさそうで、自分の話を一生懸命に聞いて、笑ってくれそうだから、ふざけても一緒にふざけてくれそうだし、辛い時はすごく慰めてくれそう。大人な雰囲気で落ち着いていて、容姿が可愛らしい。旅行が趣味と言っていたので、一緒に旅をしたら楽しめそう。渋い趣味や、個性のある趣味を深めていけそう。取り立ててすごく美人ではないのだが、なんだか可愛らしく精神的にも安定していそうなので、毎日一緒にいても、穏やかで楽しい毎日が送れそうだから、顔立ちが昔からタイプで、ふっくらした感じとグラマラスなところ、飾り気がなく、親近感があるところが、ずっと好印象です。12位は七尾、みんなの意見はこちら、付き合ったら、この人のために、頑張ろうという気持ちになると思います。選ばれたという自信になりそうです。見た目長身で怖いイメージですが、発言は常識的な印象。心の中は、好印象な女優のような発言が多いです。ドラマで悪役が多く、本当はそういう人じゃないのに、悪く見られてしまうと言っていたので、メンタル面でサポートしてあげたい。また、芯を持っていそうなので、安心できる。容姿端麗でスタイルが良く、タイプだから。また、サバサバしている印象があり、思ったことを口に出してくれそうなので、ねちっこさがなく好感が持てる。11位は、小芝風花、みんなの意見はこちら。いつも笑顔で明るい印象なので、一緒にいたら、元気になれそうだし楽しそう。仕事も頑張っているし、芯も強そうなので、いい刺激をもらえて、お互いに成長できそうです。元気で明るく、屈託のない印象が好感を持てる。付き合うことができれば、本当に心が晴れやかで、楽しい日々を送れると感じるからです。以前の田舎臭いビジュアルから、綺麗な感じに進化しているのがすごいですし、女優だけでなく、バラエティでも柔軟に対応できる感じが魅力的で、普段とのギャップは、とてもたまらなそうです。気取っていない性格な気がするので、一緒にいて、自然体で付き合えそうだし、ちょっといたずらっ子みたいな面白い面も好感持てて、一緒にいたらいつも笑いが絶えなそうで、楽しいと思う。10位は、菅野美穂、みんなの意見はこちら。あれだけ大口を開けて笑ってくれるなんて、恋人だったら幸せだろうなと思います。綺麗であって可愛くもあるので、とても魅力があり、素敵だからです。実際離婚せず、素敵な旦那様とお子さんもいらっしゃって、理想の家庭を築いているように思う。豪快に笑い、屈託のなさが好感を持てる。とても綺麗で、スタイルもよく演技も上手だけど、素朴な感じが好印象。年を重ねても、どんどん美しくなられてて、その時、その時の年齢で、魅力がある。いつまでも変わらない無邪気さや可愛らしさがある。演技が上手。バラエティでも面白い。結婚、出産しても綺麗。旦那さんとのエピソードも、好感が持てる。
9位は川口春奈。みんなの意見はこちら。目が大きくて何着ても可愛く、自然体でいるところ、バラエティで見てもこびることなく何でも挑戦していて、ご飯をたくさん食べるところ、とても美人で可愛いのに YouTube で見せる飾らない素の姿が素敵で、一緒にいろいろなことを楽しむことができそうだから、いろいろなことを楽しそうに挑戦する姿が魅力的だと感じるからです。一緒にいるとしたら、笑顔が多くて頑張り屋な人がいいと思ったからです。男女問わず友達が多く、自分の友人とも仲良くしてくれそう。普段のテレビでもあまり NG なことがない印象で、いろんなことを一緒に楽しく共有できそう。8位は中村アン。みんなの意見はこちら。すごく自由奔放で一見大変そうだけど、情も深く思いやりもあり、一緒にいろいろな世界を見たり楽しんだりできそうだから、まず顔が好みで前からファンでした。またバラエティ番組で拝見した時、サバサバした感じではあるものの、家族と仲が良いエピソードを語っており、性格も良さそうな印象でした。表情とか動くと可愛いと言われています。顔というよりも超越しているスタイルなど、一緒に歩くとモデルみたいで気分が良さそうなイメージです。コンバズってる人 NO1 です。顔が強くて見た目はクールビューティー系なのに、意外と天然で可愛いところが好きです。7位は内田有紀。みんなの意見はこちら。サバサバしてそうでいい、声と顔が好き、きっと良妻賢母になる気がする、可愛い、全く年を取らないのがまた魅力、タイプだから。自分が学生の頃、ドラマ、CM、雑誌等で大活躍されていて、大好きな女優さんだったので、今でも変わらず、若々しく美しいのはもちろん、ずっと芸能界で活躍されているのは、きっと周りにも愛されていて、人柄も良いのだろうと思います。ずっと憧れの方で、一度お話聞いてみたいです。いつまで経っても若々しくて、エネルギッシュな感じで元気がもらえる。落ち込んでいても、優しく話を聞いて慰めてくれる感じがする。表情、ビジュアルともに見ていて、清々しい印象が強い。表情が天性のものを感じる。性格もよく見えてしまう。ショートがすごく似合ってるいるのに、声は可愛い。6位は白石麻衣。みんなの意見はこちら。すごく努力家で、何事にもストイックなところが理由です。この人と一緒なら、自分も成長していける気がします。性格も良さそうだし、何より優しそう。顔が完全にタイプだから、アイドル時代、一度もスキャンダルを出さなかったので、安心感があるし、都合で一人にしてしまっても、一人時間をうまく過ごしてくれそう。育ちの正しさから、安心できそうなイメージは確かにあります。姿勢が良いとか落ち着きがあるとかです。彼女自身は、かなり普段からの意識が高い感じがして、こちらもそれに合わせる必要があり、努力や向上心が求められる点が良いと思います。5位は本田翼。みんなの意見はこちら。すっきりとした顔立ちや美しいスタイルなどが私の好きな要因の一つとなっております。また仕事中とオフのギャップの差にも魅了されます。顔が好みというのと趣味が合うなと思ったからです。心地よい距離感で付き合うことができそうだと思います。あまり無理しなくても良さそうだと思いました。とてもルックスが良くて、またゲームも好きということで、とても庶民的な一面も見られて、そこもなんか親近感が湧く感じがするので好きです。 YouTube でも人気キャラということで見てみたいと思う。どんな感じか付き合いってみたい気がする。4位は小池栄子。みんなの意見はこちら。竹を割ったような性格が好き、演技も上手、バラエティでも仕切り上手で面白い、悪い噂も聞かない、スタイルもよく健康的で綺麗、裏表がなさそうで、性格も良さそう。たとえ男の方が病気になったり、経済的に困難な状況になっても、包容力があるので、安心して生活できそうだから、しっかりしてそうだからです。頭も良さそうなので、やるべきことは、サクサクとやってくれそうです。また話し合いもできそうで、恋人として最高と思います。同じ年齢ですが、ちょっと怖いイメージだけど、近畿の片くんと友達で、高一がやきもち焼かないの？なんてことを言ってるとこが面白いと思う。頭の回転が速く、機転が利くところが尊敬でき、圧倒的に優位に立てるにもかかわらず、彼女は会話の中で、自分の意見と相手の意見をうまく取り入れた提案をしてくれそうだから。3位は、浜辺美波。みんなの意見はこちら。番組に出演している時のコメントなどを聞いていると、優しい感じだし、相手に対して気遣う話し方をしていて、好感が持てる。見た目も可愛い。私が数少ない好きな女優さんです。可愛いというイメージから、年々美人度が増していて、そのビジュアルからは、想像できない変わった人間性が、魅力的で一緒にいて、楽しいだろうなと思います。仮面ライダーブラックのリメイクかな。
それにランマン、さらにゴジラの新作、ここら辺全部でハマりました。こんな素敵な人が恋人だったら楽しいです。生きてて幸せです。綺麗と可愛いを両立している人だからです。見た目が好みなのと、身近に親身になって支えてくれそうだし、一緒に毎日を生活してて素朴だけど幸せな生活を送れそうだと感じました。顔がとても可愛い。この人は演技に注力しているイメージがあり、年々その腕が上達しているように感じる。2位は新垣結衣。みんなの意見はこちら。とっても可愛いから新垣結衣さんが良いです。声も顔も可愛いので、毎日喧嘩しても癒されそうです。あとサバサバして、そうな感じも良いです。ダメな男でも、彼女と付き合ったら、仕事はもちろんプライベートでもうまくいくような気がします。それほどにダメな男性をサポートするのがうまいと思います。ドラマで見たイメージですが、とっても美しくて、スタイルも良くて声も可愛い。何の欠点もないのに、選ぶ様子もなく素朴な感じが好き。こちらも自然体で過ごせそう。昔からとても好きで、何とも言えない透明感があって、そこまで性格もきつくなさそうなので、付き合ってものほほんとした毎日を過ごせそうだから、笑顔が可愛くて疲れた日などに癒しを与えてくれそうな気がします。浮気などもしないような感じで、純粋さと色気もないわけではなく、家庭的な感じもしますし、どんなことも楽しみに変えて付き合ってくれそう。透明感があり、心優しいイメージがある。いい年の取り方をしそうで、これからが楽しみな女優さんです。スタイルも良く、凛とした雰囲気が素敵だから。1位は橋本環奈。みんなの意見はこちら。抜群の容姿であり、結婚して子供を産んでくれたら、絶対に美形の子が生まれると思うからです。毎日顔を合わせることを考えると、容姿が好きであることは大切です。すごく可愛いと思う。可愛いのにいろんなことを気にせずやる。ちょっと下品な銀魂実写版の役などので、一緒にいて気兼ねしないし、楽しそうだから、容姿のみではなく、ざっくばらんな感じと、お酒が好きなところがとても良い。食べ物を厳しく制限せずに、美味しいものを一緒に楽しく食べることができそうだから、ぶりっこしていなくて、気取っていない性格で、どちらかというと、男っぽいサバサバした感じが一緒にいて楽そう。顔はとっても可愛いのに、ビールが好きで、親父感があるというギャップもたまらなく良くて、一緒に飲んだら、ずっと笑ってそうで楽しく付き合えそう。顔がいい、いつ見てもニコニコと明るく、人懐っこいところが好印象なので、また、昔の苦労から、今の輝かしい今の日々まで、様々な経験があると思うので、お話が面白そう。顔、性格、スタイル、笑い方が好きです。主語なのも、ポイント高いです。一緒にお酒を飲んで、おじさんみたいなガハガハと笑いながら話したいです。小柄で可愛らしいし、いつもにこやか、場の空気を読んで、周りの要望に的確に応える、賢さと才覚、柔軟性を兼ね備えているから、以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見も、ぜひぜひコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。